さあ一応ちょっと時間もないですけども、はい、大宮古着を、はい、見に行きますか。お、ね、本来の目的それでしたけどね古着 DIY ももうちょっと場所もなくなってきてますからね。もう結構ね、結構やってるからね。下北やってないけどな。確かに。そうですね、下北ってさちょっと多すぎへん。多いですね多分、うん、古着屋が。なるほど。なんかもうどこ行ったらいいか分からへんねんなあんまりその調べんのもさ結構面倒いというかさ、うん、まだいつかやりたいですね下北はね。そうですね、下北やりたいですね、うん、一番のカルチャーを避けてるからねほんまっすよあと吉祥寺ね。はい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 。まあ、中目もほとんどやってないねんけどな一軒目そこです。やってないに等しいねん。あ、これですか。はい、どこ、これのか。一旦入りますか。一旦入って声かけられたらいつものパターンで声かけられたらこれ回していいですかすいませんすいません失礼します。あ、ここは何にあれなんですか、特化してるみたいなのあるんですか。ラルフローレンを中心。ああ、ラルフ。80年代だったり90年代のもの。へえ、うまい。懐かしい。ラルフ、ラルフ世代だでもパタゴニアもめっちゃある。かっけえな。懐かしい。あ、大丈夫ですね。これ俺らが高校ぐらいの時流行ったね、これ。なるほど。流行りましたね。それはわかる、俺も。流行ってたよね。流行りました、爆流行り。今また来てるでしょ、だから。そう、この中が赤字なのがいいのよ。へー。かっこいいのよ。いいね、懐かしい。ちょっとでももうスイングトップはもう腐るほどあるからな。そうなんだね。うん、で今なぜか知らんけどスイングトップ全然着ない時期に突入してるからね。そうだね。なかった。これかっこいいな。うん、カーハート。これカーハートやね。これ一瞬着てもいいですか。大丈夫です。すいません。これいつのあれなんですか。カーハートの100周年モデルのものになるので、はい、10年代ぐらい、ね。あ、普通ダックじゃないですか。はいはい、デニム地のものになって、ほうほう、背面にこのクスミスなんで、鍛冶屋。はい、あ、鍛冶屋の、はい、かっこいい。そうですね、まあ、リアルワークスよね。すみません、はい、ありがとうございます。ちょっとでかいか、ちょっとでかいか。でなんかこんなもんじゃこんなもんやねんけど。そうですね。でもちょっと、なんかあれか。ああ、こう、あれが太いんですね、腕がね。腕が若干やっぱりかっこいいですけどね。ね、はい、うん、ちょっとレゴブロックみたいになってる。あのでもラルフのあのデニムのやつ懐かしい。そう、あ、世代です、代僕ら、はい、流行った世代というか90年代、はい、はいはいはい、そう90年代後期ぐらいですかね。あ、多分ね。でパタゴニアとか多いですね。うちこっちだとそうですね、うん、今の季節だとパタゴニアクアハート多いと思います。あ、もしかしたらもう1店舗とかのところかも、はい、デニムとかミリタリーとか、はい、リバースとか、はいはい、あ、ちょっと行きますか。ああちょっとこれ保留にしてすいません、いい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、アカンです。え、なんて言いました今。
本当ですか。ありがとうございます。あんまでかい声で言わん方がいいですよ。握手できます。すいません。ありがとうございます。本当だ。あったかい手が。ガレージ見やっぱ手があったかいわ。本当に。一緒ですか。一緒ですか。ありがとうございました。一緒です。車見ました。本当のことはガレージ。大丈夫ですか。いいですか。そんなガレージ見よね。本当に。本当に。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。はい、チーズ。もう寒いほど。ありがとうございます。そう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 、今古着屋バックヤードおすすめ右にあるんで、いいですね。ありがとうございます。すみません、すみませんでした。ありがとうございました。嬉しい。カルチャーの方に入ってくるとやっぱり主戦場かもね。いや、ね、やっぱり、うん、今のはもうほん、うん、ね、やっぱテンションがだいぶ違いましたね。やっぱね、はい、あ、本当の本当のなんかスター見つけた感じのテンションでしたよね。やっぱカルチャー寄りの人間やな俺はな。いや、森さんはもうずっとね知れ渡ってましたけど、この五反田ガレージがね、石尾さんって言われてたよ。言ってましたよ。ああ、はい、ちょっと広川さんって言ってほしかったな。石尾さんの名前でできてたな。だからあれでしょ、それはやっぱり監督、監督のインパクトがやっぱりインフルエンサーやからな。確かに。でもやっぱあれやね、古着屋あるね。ありますね。ありますね。ほんま密集してんねんな、この辺。じゃあそうなんです。この通りちゃいます。確か古着がいっぱいある通りって。そうですよね、ここの通りですよ、古着屋通り。はい、あ、ここです、右手。あ、これ多分濃いと思うんですけど、失礼します。失礼します。いいお店が、ね、なんかそうです、ね、やっぱカルチャー寄りでしたね。うん、声かけてくれてね、森田さんって。その辺。多分ね、あと色の濃さとか。うわ、かっこいいな。ラージやな。これでも現行品やな。あ、もちろん。濃いでこれ。うん。バックの感じ。ラージでした。なんで？朝原稿品ちゃうから。原稿品やと思った。なかなかの新品やと思った。うん。めっちゃ。綺麗ですね。そう。こっちの方新品で。はいはい。だいたいこっちの方古い。うん、はい、うん。ありがとうございます。これは多分、これはやべえ棚なんじゃない？おそらく。あ、ちょっとでかいですかね。こんな星なんだ。いい感じですけど。そんくらいだったら全然、そのまま入っちゃってもいい。ちっちゃそう、ちっちゃそうやな、でも。さすがに、ちっちゃそう。幅は無理そう。よう考えたら、俺、ナルオさんぐらいデブかもな。あんな言ってたのに。今考えたら。ナルオさんでも痩せたけどな。あ、もっと超えてありました、ね。もっと超えてた感じあるやん。あ、でも確かにそうかも、今日見たら。確かにね。確かに。でも多分、そのままなんか、ネタの中でデブいじりとかしてたけど、はいはい、やっぱり客からそんなデブじゃないけどなっていう空気感があったもんね。わ、アディダスのパンツかっこいい、うん、また塚本ミシンの出番かもな。しそう、はい、最近はこの最近アディダスのジャージに俺ちょっとちょっとビースティーボーイズに憧れてる、うんうんうん、やっぱジャージ好きなんで、この色かっこいいな。
でかいかな。だいぶでかいか、だいぶでかい。だいぶ塚本美信さんに頑張ってもらえたかな。でもいい色じゃない、いい色、うん、うん。でも俺はもう最近あのゴムとかも入れれるようになってるから、ここにゴム入れて、はい、でキュッとやって、うん、俺ができるようになったみたいな言い方でしたけど、はい、俺はできる人を見つけたっていう俺ら塚本ミシンはこれでもな、なんか太さとかちょうどいいような気すんねんな、なんか、あなるほど、絞ってだいぶ、だいぶ太くない、だいぶ太い、どうなの、いやどうなの、でかすぎるか分かんないですよ。でも俺ら塚本ミシンにかかれいける気もすんねんな。ラルフが結構また来てんのかな、ラルフが多いね今流行ってんすか、また流行ってんすかね、うん、でも俺らこのラルフのこれ世代やからな、うん、コットンシャツ、そうですね、コットンシャツですよね、これはもう本当にみんな、うん、ラルフのコットンシャツに、あと、まあ、ラコステのセーターとかね、うん、なんか今日語るな、そうそうそうなんですよ、なんか言ったら言ったらなんやねいやねなんか語るよね、いや語るってことで語ってないよ、監督なってからさ、違う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 、その発言権違うよ、違う違う、え違う、それは別に言った方がいいかなと思って、自分が知ってる知識はちょっとはね、ラコステの、はいはい、ラコステじゃない、ラルフ あのコットンシャツを小山田圭吾が最初着たのよね、はい、あの確かブーンに登場した時に、はいはい、チェックの確かあれラルフやったと思うねんけど、はい、着て、あのあれよ、あのウエストポーチの肩に、俺ら世代はね、そっから流行ったみたいなことなんですか、そっからもうずっとあのあれよ、えラコステの、あ ラルフ、うん、ラルフのコットンシャツ流行らしたのは、いやでも、うん、いやあれがラルフやったかどうかわからんけど、あのコットンシャツの感じがかっこよかったよ、へ、はい、うんうん、そうなんだ、てか小山田圭吾がやっぱかっこよかったんじゃない、何もか全然知らんかったけど確かに、ね、コーネリアスっていうものがあんまり分かってなかった、はいはい、ちょっと音楽性もね、奥行った音楽性ですもんね、なんか、そうそうそう、あれだってヨーロッパで評価されてる、うん、あれアメリカのあれ誰でしたっけ、そのアメカジっていうか、その古着めっちゃ流行った音楽家、音楽家っていうミュージシャン、カートコバンじゃないか、カートコバン、何でしたっけ、カートコバン、ニルバーナ、あニルバーナ、ニルバーナかな、バンドルのね、何だっけな、そんなざっくりした質問なんか喋りたがるな今日、えらい、なんかすごいクイズやったら今、ね、断片的も断片的な、この城かっこいい、これちょっと着させてもらおう、たまにこう着るとき俺服預かるじゃないですか、今日めっちゃ怖いんですよね、確かに、あこれリバーシブル、リバーシブルや、えー青回って青回カジャン風で、あもちろん、あ大丈夫です、ありがとうございます、首周りがあれか、はちょっとでかく見えるけど、意外とちょうどいいんちゃう、いや確かにちょっとでかくか、全くおかしくないけどいつもよりでかくは見えるか、いやなんかそんなことないか、そんなことない、ここに鏡です、かっこいいな、うん、この竹のなんか長さちょうどいい、ちょうどかっこいい感じ、ちょっと長いか、でも確かにな、いつもよりは変ではない、うん、確かに全然いける範囲ではありますよね、この知能に合うんやな、単純に確かに、後ろ結構汚い、いやそれね、あんま気にならんなと俺は今思いましたけど、うん、この照明やから、そうそうそう、それもあるかも、確かにこの古着屋あるわけあるですよね皆さん古着屋知らない人は、うん、照明の感じで、金額っぽいですよね、そうそうそう、うん、あの家帰って、あれこんな汚れてましたっけみたいなこんな色味でしたっけっていう時ありますからね、古着あるあるね、それ聞きづらいですけど、うん、それを わざとやってるんですか、そういう風化、いやいや、そんなことはないと思う、単純に、うん、そのやまあでも服がよく見えるような照明なんだね、うん、なるほど、古着がかっこよく見える照明ではある、あ、これいいな、
めますもん、うん、我々塚本ミシン、塚本ミシンスウェットの丈詰めれんのか、うん、そうか、いやかっこいいな、 いいよなこのこの、うん、全然かっこいいか、うん、丈感いいよな、これ買おう、これかっこいい、でも結構汚れてる、しようね、どうなるな、まあな、どうなんですかこれ、古着屋の照明ですけど、え、古着屋の照明、家帰ったらな、もうちょっと白い、うん、蛍光灯の下で見たらグッと目立つ、そうね、まあでも嫌なあれじゃないけどね、うん、うん、嫌な汚れ方ではないけど、確かにな、絶妙やな、絶妙ではあるな、絶妙やな、今日割と密集してるんでバッといって、そうね、でも一旦ちょっとあれしとこうか、じゃあ一回ちょっと見るか、じゃあ他のどこ、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。またちょっと戻ってくるかもしれない。ありがとうございます。いや、ちょっといい、うん、いい店が多いね。大宮は。ああいう時に、はい、そのうわこれ汚れどうなんやろってなるじゃないですか。で、古着屋の照明じゃないですか。ちょっと一回外出て、外の光で確認するみたいなんて、どうなんですか。あの鍋ちゃんはそれガンガンやるらしい。それあり。まあアーリーなんじゃない一応鍋ちゃんめっちゃやるけど渡辺さんだけ売るんですか、ああなんか、はい、ああ渡辺さんやるんですね、そうそう鍋ちゃんやるんだよな、ああちょっとどうなんやろ、無粋なんかなと一瞬思ったんですよ、まあね、はい、本当密集してますね。密集してるね。ね。でもやっぱ大宮まで来ると店がさっきのあれは取ってないですけど、ちょっと広いのもいいですね。まだ。まあね。うん、確かにやっぱ地方はちょっとそれがあるよね。そうですよね。広いっていう。うん、そういうのも分かってきた。ちょっと分かってきましたよ。地方の店は広いな。はい。土地があるから。そうですよ。うん、でもちょっとあれやな、あんま俺が欲しいものがあんまない。いや確かにね、いやあのラルフとか、うん、ハーハートとかやっぱ俺は世代やから、うんうん、よかったけど、俺がねカーハート実はあんま好きじゃないのよ、俺らの頃のカーハートって B 系の人たちが着てたイメージ、あーそうだからなんかそのイメージが染みついてるから、はいはいはい、あんまりあれなの、逆にステューシーとかはいいねんけどな、ステューシーも BK のイメージないですか、ステューシーは BK のイメージあんねんけど、はい、ステューシーはねなんかね俺の中でアメカジなのよ、なんかそうなんや、かっこよかったよなステューシーは、逆かもねイメージ、あカーハートの方が、うん、アメカジ感、そう多分実は歴史的には絶対カーハートの方が、はい、あると思うね、セクいいっすよ、でも なんやろな、なんかあのステューシーのあの8ボールみたいなのよくあったやん、なんか8ボールの柄みたいな、そのボーリングのさ、ああいうのとかがちょっと俺はね好きなんだよね、これなんかアメリカンカフェみたいな、あカフェ、あ雑貨屋カフェ、カフェか、フッサにありそうな、フッサにありそうですね、フッサにありそうな店やな、大宮にもあんねや、大宮のフッサだよ大宮のフッサ結構歩くね、まだまだまだ、ごめんなさい1分、あと1分、さあ出てきた、看板見えてます、なんか間違えたの言われへんみたいな感じの前もう言うに言われへんみたいな違うっていつ言おうかなまあやったけどなあ、ここですね、
確かになんか雰囲気めっちゃある、うん、でここは絶対撮りたいな。お願いします、お願いしますよ。すみません。久しぶり。すごいなんかザ・ヴィンテージって感じの。いいですね、なんかもう。空間も気持ちいいですね。なんかね、いいよ。広々として。空間もなんていうの？気持ちいい。気持ちいい。はい。開放感があって。奥やな。絵になりますわ。確かに。うん。照明もね。照明もいい。あ、ありがとうございます。はい、この照明だから。これもう何色か分からないんだから。これかっこいいな。これ好きやねんな俺。これね。うんうん、何なんですか。知らないです。アーミー。ミリタリーです。ありますよね。ありますよね。あのタイプ。A2 のデッキジャケットって言われてます。 A2 のデッキジャケットです。今すごい人気のアイテムです。そうっすよね。はい、僕は人気になる前から僕は好きですけど、これかっこいいですよね。かっこいい。なんか昔は結構バイカーの方とかがやっぱこの辺で知られてましたかね。全然踊りに行けますので、ちょっとこれいいですか、はい、ちょっとサイズがわからんな、はい、やっぱでかいか。そうですね。ちなみにこちらもバック選手に入ってます。はい、あ、でもでかいか。ちょっとうっすらではあるんですけど。ああ、どうすかこれ。これもでかいです。ちょっと大きいかもしれない。ああ。S ぐらいがあれですか。S か M ぐらいですかね。M だと多分着れるサイズではあるんですけど。ちょっと一回着てみていいですか。はい、ぜひぜひ。なんでこれはこういう色が、はい、こういう色が多いんですか。はっていうと、ミリタリー系ですかね。そうですね、軍物やから。軍物やからです。そうですね。すいませんね、なんか全然すいません、すいません、なんか申し訳ないです。うちミリタリー系を結構今この辺強く押させていただいてて、自分なんかもそうなんですけど、割とスタッフみんなミリタリー好きで、うん、社長なんかも本当好きなんですよね。多分今の質問は軍人で聞いた方がいいと思います。なんでこの色が多いんですか。はいはいはい、ね、ってことですよね。そうですね。だってこれって町用の服ですよね。でもいやいや違うでしょ。本当に違うんですか。うん、本当に違う。あ、何ですか。誰が着てるんですか。本物です。本物が軍人を着てて、本物の人が着てるんです。そうですそうです。あ、そう。あ、そういうことね。はい、このアイテムだとあの船の上。はいはいはい、海岸の人があのそうですそうです、なので寒い、そうです寒い海の上でも、はいはいはい、あったかいようにって。なるほどなるほど。そうですね、海軍のあれなんですね。なので袖リブとかもついててしっかりと、そうか、あったかいです。若干でかいかな、長いかな。S サイズでこちらは表記は残ってますね。あ、それ S ですか、はい、ちょっと珍しいのが背景が入ってます。ああのバックステンシルって言われる、はいはい、あのいつバックステンシルっていうのがよく書いてあるんですけど、はいはいはい、これ入ってる答えになります。ではなくて、はいはい、ちょっと階級入りの珍しいやつ。これ階級的には何なんですか。階級的にはごめんなさい、ちょっとそこまで三等兵ってことか。そうか、そういう感じの、そういうことだろうね。あんまいい階級ではない。ありがとうございます。でもこれ1000多いのいいんですよね。あ、線多いよ、そうですね。そうですよね。で、偉くなると襟とかに階級がつくので、そこにつくのはまあ、あ、そういうことか。一般的な。なるほど。はいはい。サイズは全然。あ、サイズ良さそうですよ。階級は。うん。で、海軍なの緑が多いんですか。
あ、それはちょっとわからんな。確かにな。確かに。で、海軍ってコントが多いイメージあるんだよな。うん、確かに。え、その陸上は緑が多いのは身を隠すため？そうなの？そうですよね、多分そうですよね。じゃあ、で、海軍は海軍なのに。確かに、ずっと海にいるわけじゃないんだ。確かに。わからん。なるほどね。陸にいるから、結局。でも海軍なんてさ、うん、別にさ、何着てようがさ、うん、船見つかったら終わりやねん。確かに。うん、これでかない、大丈夫。俺はでかないと思う。着丈が長い。そんなことない。かっこいいけどな。俺はかっこいいと思うんですけど。確かに。うん。うん。かっけえな。かっこいいですね、うん。ありがとうございます。よし、ちょっと持ってみよう。私こんな好きやったわ、俺。こういうスタジアム。着てるイメージありますけどね。うん。どのぐらい昔かわかんないですけど、割とこれかっこいい。あ、かっこいい。これもスタジャンなんですか。スタジャンじゃない。そうですね、多分そうです。あ、カーディナルスよ。田口、田口。俺らの時代は田口で止まってるよな。田口カーディナルスは止まってる、止まってる。カーディナルス田口っていうピン芸人みたいになってるよな。ありがとうございます。すげえ。あ、おっと、40万。でもこの辺なんか俺のサイズやけどな。もう。嘘。お出ししましょうか。ちょ、一瞬見ていいですか。あ、大丈夫ですよ。いや、じゃあ見るだけやね。マジ見るだけ。いやでもいいサイズだ。確かにサイズは着てますよ。21万円です。おお。なんぼなんぼ。30ウエスト30、レングスが28やん。ほら、なかなかオリジナルで、それは珍しいと思います。あの、Tシャツが着て最終的にそれウィンホールのビッグ。そんだけ金額する 理由は何なんですか。なんて、その理由はどういうところ。何がですか。金額。いや、だから年代ですよ。年代と程度でしょ。かっこいいな。で、これがこれが60の、いわゆる606って言われるアイテムの前身になります。605って言われるアイテムになるんです。最近だと 351N とかって言われたりとか。面白いアイテム。あ、ちょっとだいぶテーパーが効いてる。そうなんです、そうなんです。これがまたちょっとあの面白いディティールというか、赤耳とかでもないんや。そうなんです、そうなんです。いわゆるこの後ろのタブが黒になるんですよね。はあ。それが606とかだとオレンジになるんですけど。はいはいはい。あ、オレンジタグ。そうです、そうです、そうです。これ俺は初めて見たけど、見たことない。黒タグ。そうですね。俺はちょっとこれオレンジタグはね見ますけど。19万5000。ありがとうございます、はい、すいません。一番ただ注目していただきたいのが、はい、ここですね。あら。両膝裏ともにですね。すごい。これは何の仕事してたんやろ、これ。めちゃくちゃしゃがむ仕事やったんですかね。そうですね。ハードな感じで。すごい。いいね。あ、蜂の巣？なんて。そうですね、そうですね。膝裏蜂の巣って呼ばれたりしますね。ヒゲではないと。そうですね。膝裏蜂の巣。はい。ヒゲって何でしたっけ？ヒゲはまあこことかね。そうですね。あ、こちらが出てますね。こういうヒゲ。なるほどなるほど。はい、あ、そのポケット下というか、うん、太ももの上というか。でもなんかこれもなんかつけようと思わなつかへんって言ってたけどね、そのなんかね、結構ジャストで履いていただいて、ね、やっぱあのただここの作業だけじゃなくて、うん、ちゃんと擦れないとつかないんですよ ね、 そ う、 すね。そうそう、だから意外につかないのヒゲって。うん、なんかあのベルベル人のね、藤原さんがなんかヒゲのつけ方みたいなやってましたよね。そうですね、伸びつけてみたいな。うちの社長すごい仲良くて、あのちょっと前も仕事一緒にさせてもらったんですけど、すごい。ちょっと俺にはまだ早いですね。全然全然そんな。ありがとうございます。はい。
長の仕事になるんですけど、ですか46年、1946年、インディアン、結構私物やってる、まだね動きます。へえ、インディアンっていう車種なんですか。あ、そうです、今のハーレーはすごい有名だと思うんですけど、はいはい、同じぐらい本当に。はー、動くんすか。動きます。へえ、すごっ、すげえな。はー、かっけー、かっこいい。社長バリ渋いじゃないですか。渋いです、めっちゃかっこいいです。ね、うわー、かかってる。確かにこの見た目の人しか乗ったらあかん感じ。確かに。リアルで聞くと音本当にすごいです。なんか、うわー、すごいね。かっこえ。まだ現役で。え、ハーレーと同年代にできたアメリカン。もう本当同じぐらい有名というか、そうですね、アメリカでは。すげーなー、めっちゃかっこいいね。かっけーなー、ありがとうございます。はい、すいません、ちょっとかっけー、いやいや、すいません、もう五反田ガレージとしては最高の最高の映像でした。あ、単色の M や。そうですね、もしかしたら試着室もありますので。あ、ありがとうございます、はい、あれや、フードが、フードの立ちがいいですよね。ちっちゃいですね。そうなんです、そうなんです。かっこいい、これ、これ、確かにぜひ合わせてほしいです。めっちゃ似合ってますよ。めっちゃ似合ってるような。工具メーカーの。そうです。五反田ガレージ的にもね。スナップオンか、はい、マックツールで、うん、前やったのよ、あの、引き出しのやつね。うん、これ鏡どこですか。あ、鏡、こちらよかったら。え、ちょっとこれかっこいいな。あ、いいな。うん。しかもこれがチャンピオン回っていうね。フード喫茶。そう、俺はね、あのフード小さい方が好きなの。これいいな。しかもマックツールっていうのがいいな、やっぱね。これは何ですか、コラボしたんですか。いや、あの、要はリバスってイメージ的に言うと学校ものが多いと思うんですけど、実はそうじゃなくて、当時あの MLB メジャーリーグだったりとか、はい、うんうん、もう本当に NFL だったり、はい、いろんなところにあの提供というか作ってたので、そういうことか。おそらくあのオーダーして作ったのかなってちょっと推測ですけど、あれですか、社員の人が着てるとか、着てた可能性は高いですよ。へえ、このここもちっちゃいのよ、うん、ちょっとこれいいな、高いけどね。あ、そうなんですか、うん、いくら。43,000。いや、でもなんか、うわー、クソ迷うな。かっけえなかっこいい。どうしようかな、大宮で行けば一番あれじゃない、うん、ヴィンテージの、うん、やっぱ豊富さ、上 の, あのスカジャン系とか、あれもかっこいいです。見たことないっすね、あのスカジャン。え、一回見ていいっすか。大丈夫ですよ、もちろんもちろん。おそらくですけど日本だと思います。へえ、まあスカジャンってね、っていうのがここに見ていただくと面白い。バブ、そうです、名前ですね。そうです、要はボブがちょっと、あ、ボブを、ほんまボブなんやけど日本、あの、聞き取りで、はい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 。あ、富士山。そうです、そうです。だからもう、アメリカ人が好きなものを、要は、スカジャンのノリではあるんですけど、はいはいはい、イエスネイビーのツアージャケットっていうのが存在するんですよね、はいはい、それのおそらくもう大元になるんじゃないかなと思います。43万。うおー、かっけえ、これサイズもドンピシャですね。はー、ちょっと一回あれですか、当ててみていいですか。もちろんもちろん。かっこえ、かっこいいな。でもこの柄見たことないですね。もう一点物です、これに関しては。もう本当に、本当に、例えばスカジャンとか、うん、あのそういうスイッタースーベニア系のって、はい、私も似たり寄ったり、トラだったらトラとか、うん、なんかちょっと あると思うんですけど、はいはい、これはもう完全にオリジナルでオーダーで、これはいわゆる日本人にオーダーしたってことですか。そうですね、だからおそらく在、基地、はいはいはい、で作ったんじゃないかなと、うん、はあの横須賀だったり、はいはい、沖縄だったりとか。じゃあ、誰が作ったんですか、アメリカ人が作ったのか。いや、
日本人だと思います。そうです、アメリカ人が日本人のお店にオーダーしたって。そうです、そうです。いや、タグとか残ってるんであれなんですけど、なんか時々出てくるのはここはなんとか田中呉服店とか例えばですけど、はいはいはい、あったりはしますね。これに関してはちょっとないはないんですけど、はいはい、でボブが発注したんですね。そうです。そしたら日本人がバブで勘違いして。そうです。でよくありますよね、このカタカナでね。 ありますあります。何やろ、なんかジャックとか。あ、そうですね。へえ、すげえ。今やったら絶対バブって言われたら、うん、ボブさんね。向こう、あら、向こうの発音で、うん、バブバブって言われたんだよ。なもうおっちゃんはもうバブねって。そうですよね。そのぐらい古い。正常期を身にまとってますね、羽で。すごいかっこいいですね。かっこいいっすね。で裏が富士山に、これは鷹ですか。おそらく鷹だと思います。でここが、ユナイテッドステイツネイビー。はー、 USS かっけえ。かっこいいですね。とんでもないですね。43万まあ43万は変われへんけど、4万3000のリバース買うか。マジリバースばっか買ってるわ。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ちょっといい買い物したな。そうですね。結果リバース買ってる。なあ。いろいろありましたけどね。いろいろあったけど。はい、結果リバース買ってんねんから。何してんの？お前。俺らに言われ。大宮まで来て。集めて。はい。Thank you.